映像に映し出されているのはマスクをつけた人たちの長い列。これは状況が最も深刻とされている武漢市内の病院で一昨日の夜に撮影されたとする映像で、中国の SNS に投稿されました。武漢市内では感染拡大に歯止めがかからず、医療機関の受け入れ能力が限界に達しています。こうした中、武漢市に新型肺炎専門の病院が完成しました。ベッド数は1000床で、今日から患者の受け入れを始めます。数十台の重機を同時に使ったわずか10日間ほど